スティーブン・ジェフリー・スーザ・ジュニアは、アメリカ合衆国ワシントン州、スノホミッシュ軍エバレット出身のプロ野球選手。ウトウミギウ MLB のロサンゼルス・ドジャース参加所属。愛称は、スーズ・ボット。2007年の MLB ドラフト3巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズで、プロデビュー。 44試合に出場して打率、299、4本類打、19打点、4盗塁を記録した。2008年はまず、A 級、ヘイガーズタウンサンズでプレーし、23試合に出場して打率、266、2本類打、10打点、8盗塁を記録した。6月から、A、A-9 バーモントレイクモンスターズでプレ四十八試合に出場して打率、 189、18 5本類が25打点、14盗塁を記録した。2009年は A 級ヘイガーズタウンでプレーし、126試合に出場して打率、237,4本類四47打点、25盗塁を記録した。2010年も A 級ヘイガーズタウンでプレーし、81試合に出場して打率、231,11本類打。 56打点、18、盗塁を記録した。7月15日には、薬物違反で50試合の出場停止処分を受けた。2011年は、A 級ポトマックナショナルズに昇格。122試合に出場して打率。228、11本塁打。56打点、25、盗塁を記録した。2012年はまず、 AQ ヘイガーズタウンで70試合に出場して打率。290、17本塁打、72打点、7盗塁を記録した。7月下旬に AQ ポトマックに昇格。27試合に出場して打率。319、6本塁打、13打点、7盗塁を記録した。2013年は AQ ハリスバーグセネターズに昇格。 77試合に出場して打率315本類四打44打点20盗塁を記録した8月にはルーキー級ガルフコーストリーグでプレー4試合に出場したオフに教育リーグのアリゾナフォールリーグに参加しメサソーラーソックスに所属した11月1日に40人ワーク入りを果たした2014年は トリプル A 級シラキュースチーフスで開幕を迎え、4月12日にメジャーへ昇格。4月13日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。7回裏から左翼手の守備につき、1打数無安打1三振に終わった。昇格後は5試合に出場し、4月15日のマイアミマーリンズ戦でメジャー初安打を記録したが、その後は安打を記録することができず。 19日にデナード・スパンが故障者リストから復帰したため、トリプル A 級シラキュースへ降格した。4月27日に再昇格したが、その後も結果を残せず、5月5日にトリプル A 級シラキュースへ降格した。8月4日にネート・マック・ラウスが故障者リスト入りしたため、メジャーへ再昇格したが、10日に左肩の故障で15日間の故障者リスト入りした。 8月26日にインターナショナルリーグの MVP を受賞した。9月1日に故障者リストから復帰した。ジョーダン・ジ・マーマンがノーヒットノーランを達成した9月28日のマーリンズとのシーズン最終戦では9回表から左翼の守備につき最後のアウトとなる打球をダイビングキャッチして快挙達成をアシストした。この年メジャーでは21試合に出場して打率。 1 3日本塁打、2打点を記録した。2014年12月19日にサンディエゴパドレス、タンパベーレーズ間の三角トレードでトラビス・オットと共にレーズへ移籍した。2015年は右翼種のレギュラー格で起用され110試合に出場した。打率225、144三振とコンタクト技術では課題を残したものの、 16本塁打を放つ一方で12、盗塁を決め、パワーをスピードを兼ね備えた能力をアピールした。2016年も右翼のレギュラーで起用され、120試合に出場。打率、247、アメリカンリーグワースト10位タイの159三振と、ミート力は改善されなかったが、17本塁打を放って49打点を記録した。 ただ、前年に2桁あった盗塁は7まで減少した。右翼の守備では、3失策、守備率98、987、DRS プラス3と、まずまずの働きを見せた。2017年は148試合に出場して、打率、239、30本塁が、78打点、16、盗塁記録した。2018年2月20日にニューヨークヤンキースを、 含んだ三角トレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。移籍1年目は怪我もあり、規定打席に到達せず低調な成績となった。2019年3月25日のプレシーズンゲームでホームインの時に転倒して、全十字人体断裂、外側側副人体以外側側副人体断裂など、左膝を4箇所負傷する大怪我を負い、シーズンを全休した。 オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2020年1月28日にシカゴカブスと100万ドルの単年契約を結んだ。9月5日にリーフとなり、8日に自由契約となった。2021年2月1日にヒューストンアストロズとマイナー契約を結んで、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月24日に自由契約となった。 その後、3月31日にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結んだ。6月16日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月6日にディーフとなり、11日に自由契約となった。その後、7月17日に再びドジャースとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。